だ綾瀬さん、軟禁状態。アヤックス対フェイエノールとの伝統の一戦、デクラシケルで、アヤックスのサポーターがピッチに花火や発煙筒を投げ込み、0-3の後半11分に試合は中止になった。オランダ公共テレビ、NOS、A 放送局、BBC などによると、0-2の場面でプラスチックカップがピッチに投げ込まれ、0-3になると花火がぶち込まれた。後半開始後にも花火や発煙筒が投げ込まれたため、審判団が試合中止を宣告した。中止決定後には、アヤックスのサポーターが暴徒化。メインエントランスが破壊されたため、スタジアムは一時封鎖された。ベンチ入りしていた日本代表フォワード上田綺世らフェイエノールトの選手、スタッフは安全が確保されるまでドレッシングルームで待機を命じられた。スタジアム外でも混乱は続き、地元警察は暴力行為に及んだサポーター3人を逮捕。機動隊は催涙ガスを使って事態の収拾を図った。アヤックスは今季開幕4試合でわずか1勝と低迷。ライバルのフェイエノールトに前半だけで3失点を喫し、自制心を失ったサポーターが暴走した。アヤックスは公式サイトで声明文を発表した。シーズン開幕の不調に対する失望は十分に理解できるが、決して無秩序な騒動の理由にしてはならない。危険な思いをされた方、その他の影響を受けた方にお詫び申し上げます。オランダリーグは、この試合をどのように完了させるかについては、後ほど詳細を発表するとしている。アヤックス今年は雑魚いのか。アヤックスはチーム解散でいいよ。アヤックスの近年の低たらくよ。これを、暑さと勘違いして目指してるのがサッカーファン。ナオミトマは今季このチームと試合をします。